こんにちは。みんないるかな？ ワンちゃんがもう聞こえたらちょっとごめんね。この生放送は初めてやってるので、ちょっと緊張して、日本語とか間違えたらごめんね。この生放送に、本を、絵本、デンマークの絵本、こういうやつを読んで、逆さまで。この本を読んで、通訳しようかなって思って、という感じ。もし、生放送終わって、後で見たかったら、このままに、動画を見られると思うので、後来た人は、それ見てくださいね。はい。じゃあ、始まるかな。やりながら訳すつもりので、ちょっと間違えたらごめんなさじゃあ、まずは、ちょっと字が逆になってるけど、Noah, Bear and Kay という本を、読みます。それは、Noah は、ケーキを焼くという意味です。Noah, Bear and Kay。 じゃあ、始まる。あと質問とかあったら、ぜひ聞いて。もう一回、Noah, Bear and Kay。 こういう感じですね。Noah hat Lust zu Kay。 Noah はケーキを食べたいんです。もやいんけい。ケーキ焼いてもいい？ Yes, your father。はい、お父さんが言った。こういう感じで、一つの文を読んで訳す。で、一つの文を読んで訳すっていう感じやろうかな。こういう絵です。次のページ。ここ。Noah skal bruge。Noah が必要なのは、超液。卵を2つ。100グラムスマ、バターを100グラム。100グラムソガ、砂糖を100グラム。超100グラムメイル、小麦粉を200グラム。En halv teske bage pulver、ベーキングパウダーをなんだっけ？ 小さいスプーン。半分。大さじじゃなくて、小さじかな？の半分。インバナイン。バナナを一つ。はい。もう一回、字が逆になってる。ごめんなさい。このページ。Mums! Dip you are in good cake. 美味しそう。これはいいケーキになる。絵がこういう感じです。これが材料、これがノアですね。で、次。ノア smell the smell。ノアはバターを溶けてる。Grøden er varm。鍋は熱い。青。痛い。ファープースター。お父さんは、こうやってる。吹いてる？吹いてる？まあいいや。put see a far。大丈夫だよ、お父さんが言った。こういう絵。ちょっと、痛いね。
次のページ。ノア slår æg ud i skoven. Der skal sukker i æggene. 卵に砂糖を入れる。こういう感じ。はい。次のページ。ちなみにこれ本物のケーキ、から作ってみたかったらやってみて。この間作って、すごい美味しかった。次。ノア、ブレナー、メイル、オー、ベイプルバー。ノアは、小麦粉とベーキングパウダーを混ぜた。フンモーザー、インバナーン。彼女は、バナナを、試着してる。絵本の、チチリチナヤニたち、ありがとう、ね。その絵本はどこで買えますか？この絵本はね、お母さんかなが僕に送ってくれたんですけど、ちょっと後で調べてみるね。で、最後は、The Healy Skull Blanes。全部が混ぜる必要ある。絵がこういう感じです。絵がかなり日本の絵本と違うですね。次のページ。Nu skal kagen bages. それでケーキ焼く必要ある。Hun hælder dej i formen. 彼女は、どうこれを形に入れた型これ次ケインベアイチューベミヌラケーキは20分焼きますオーネンストープ200グラダオーベンは200度絵がこういう感じですあと、もう一回言うけど、字が、逆になってる。ごめんなさい。Kagen er færdig。ケーキが終わった。焼き終わったかな。Mor og far vil have kage。お母さんとお父さんがケーキを食べたいんです。Noah tager en kniv og skærer。ノアはナイフを取って切ります。アウ！でなしか。痛い、鋭いんです。ノアグラダ。ああ！ノア泣いてる。おお、ごめんなさい。ノアグラダ。で、おお、シアモア。あらまあ、お母さんが言った。さあさあ、シアファー。大丈夫だよ、お父さんが言った。まあまあ、こういう感じ。痛いね。父さんのお母さんちょっと怖いね。次のページ。モアヘンダプラスト。お母さんがバンデージを持ってきます。ノアガラミア。ノアはもっと泣いてる。さあさあ、シアファー。大丈夫なるよ、お父さんが言った。もう、ボアヒールパック。お母さんがパッケージ丸ごと使った。こういう。全部バンデージにしてる。ヌーキャンディスピース。それで食べれる。ケインスメアアサッチ。ケーキは塩味にして。塩味です。でん、イゲグル。あれは美味しくない。モアオファーはイゲルしてるケイ。お母さんとお父さんがケーキ食べたくない。
ノア ser på sukkerposen。ノアは砂糖のパッケージを見てる。Da står salt på sukkerposen。砂糖のパッケージに塩が書いてある。おーない、sier ノア。やだ、ノアが言った。これ、まあ、逆になってるけど、砂糖でここは salt。こういう絵です。Mor og far griner. お母さんとお父さんが笑っている。Noah synes ikke det er sjovt. Noah が面白くないと思ってる。Jeg vil have cake nu. 今ケーキ食べたい。Vi bager en ny cake, siger mor.新しいケーキ焼くよ、お母さんが言った。こういう絵です。すごい怒ってるね。お父さんとノアがケーキを、焼いてる。ディアガーズ。そう、まあ、客になってるわ。ちょっとごめんなさいね。こういう絵です。あとで、まあ、動画でちゃんとしてる字をかな、そしたら。ちょっと写真撮って、動画に貼り付けるっていう感じかな。ケイン・ドフタ・ゴッツ。ケーキはいい匂いする。ケイン・スメア・ゴッツ。ケーキは美味しいんです。Mor, far og Noah drikker te og spiser cake. お母さん、お父さんとノラがお茶飲んでケーキを食べている。こういう感じ。それで本が終わりました。で、まあ、この間、このレシピ使ってケーキを焼いて、実は美味しかったから、もし、やってみたかったら、ぜひやって。もう一回レシピをちょっと書こうかな。そしたらみんなに。あ、なってないの？あれ？僕の、見てるやつはもう字が逆になってる。よかった。ありがとう、DMTM さん。あ、びっくりした。じゃあ、ちょっとレシピで書いとこうかな。卵を2つ。バターを焼く。グラム、フナーカン、ショガー、砂糖を、砂糖を100グラム。字が見えなくなっちゃった。ありがとう、アビドック。で、200、小麦粉を200グラム。で、ベーキングパウダー、ベーキングかな。パウダーをこれ、ね、どうやって焼くかよくわかんないけど、大さじじゃなくて小さじ小さじかな、の半分
で、バナナ一つ。ビッドロック。あ、まあ、なってないんでしょ。うん、ありがとう。まあ、これは、まあ、ノアペアインケイ。あの、もし、多分、まあ、アマゾンで買えるかな。ね。あとは、あの、読みたいと思ってるのは、あの、まあ、ディのみんなが知ってる話。例えば、あの、美女と野獣とか、まあ、あの、シンデレラ。では、ガーティエンセイエン。フィクレってよかった。レシピありがとうございます。どういたしまして、チチリさん。じゃあ、あの、美女と野獣読んでみようかな。始まる前にもうすごい緊張して、あの、大丈夫かなってなってて、でも、みんな安くてありがとう。じゃあ、あの、美女と野獣を読むね。みんなが知ってるから、あの、まあ、あの、まあ、さっきと同じような感じで、あの、文章を読んで、あの、まあ、訳すんだけど、あの、わかる単語とかあるかもしれない、あとは、話してるから、あ、こういうことかなって、あの、わかるかもしれない。あの、スクンヘンをウデュー。スクンヘンは、あの、美女、ウデューが野獣。コザジです。あ、ありがとう。コザシ。みんなちょっと、後に切ってるかな？何秒かな？じゃあ、やりますね。スクンヘンオウデュオ。みんなが知ってる絵と思います。ベルは便利おくろう。ベルは優しくて賢い。デンマークのドイも読んでほしいんです。あ、それ、今はそういう童話？うん？まあ、アンデルセンとかいうことよね。今は残念ながら持ってないから、買ったら読みますね。Hun elsker at læse bøger. 彼女は本を読むことが大好き。こういう絵です。Gaston vil giftes med Belle. Gaston var Belle to kekkon stai. Men hun kan ikke lide ham. Det må kanadjo var彼のこと好きではありません。Belles far hedder Maurice. Belle のお父さんはマウイスという名前。名前はマウイス。Han er opfinder. 彼は、あの、あ、ご参加大丈夫です。ありがとうございます。あ、こんにちは、登録者一人に。はい、ありがとう。こんにちは。Han er opfinder. 彼は、なんだろう、opfinder は。まあ、いろんなものをゼロから作ってる人、考えて作る人。なんだろう。ごめんなさい。han skal ud at rejse.
彼は旅に出ます。こういう Men Belles fa fa ville i skoven。 そのベルのお父さんはあの森で迷う。 En flok ulve omringer ham。 あの狼たちは彼を囲まってる。 Han finder et slot。 彼は城を見つける。Han går indenfor。 彼は中に入る。こういう囲まれてる。På slottet møder Belles far nogle magiske ting。 城であのベルのお父さんが魔法のものを見つけた。青かな、あった。ルミア、in Lysestay。 ルミアはこういうやつ。日本語ではわかりません。ルミア、Clocksworth、it ur。 Clocksworth は時計です。こういう絵です。Det er Udyrt slot。これは野獣のあのお城。Han fanger Maurits。Han tager Maurits til fange。彼はマウイスを捕まえる。こういう絵です。Belle finder sin far。Belle はお父さんを見つける。Hun beder udyret。om at slippe ham fri。 彼女は野獣をあのお父さんの自由にさせたいってお願いした。 Hun siger at udyret kan spære hende inde i stedet。 お父さんの代わりに自分のあの閉じ込む、捕まえる、ができるよって言った。Det går udyret med til。 それは野獣があの参加した、同意した、 OK でした。 Belle møder de magiske ting på slottet。 Belle は魔法のもの、城で魔法のものを会う。 Lumière synger。 Lumière は歌ってる。ベルゴプはあの魔法にかけられたバラを見つける。こういうやつ。ウデュアルフェナベル。ウデュアルは、野獣はベルを見つける。ヘンチェアゴーシン。彼はバラを取った。ベルはバンエ。ベルは怖がってる。Belle flygter fra slottet。 Belle はあの城から逃げ出した。 Hun bliver omringet af ulve。 彼女は狼に囲まれてる。 Hun er i far。 Belle は危ないんです。こういう絵です。 Udyret kommer。 野獣は来てる、来た。Han kæmper mod ulvene。 彼は狼と戦ってる。 Han redder Belle。 彼はベレを助けた。 Belle tager med tilbage til slottet。 Belle はあの野獣と一緒に城を戻った。Hun bliver gode venner med udyret。 彼女は野獣とあの友達になった。 De går ture uden for slottet。
彼らは、城の外で、散歩してる。ベレレアウデュアダンス。ベレは野獣を、ダンスを教えてる。ディアルグリー。彼らは幸せです。Belle ser sin far i et fortryllet spejl. Belle var お父さんの魔法かけられてる鏡で見た。Han ser syg ud. 彼は病気に見える。こういう感じです。Belle tager afsted for at hjælpe ham. Belle var お父さんの助けるために出かけた。ウデュアは ked af at Belle er væk。野獣はベルがいないでとても悲しいんです。Gaston vil finde ウデュア。Gaston は野獣を見つけたいんです。Han tager hen til slottet。彼は城へ行きます。Han angriber ウデュア。彼は野獣を攻撃してる。ウデュア er såret。野獣は怪我した。Belle er meget ked af det。Belle はとっても悲しいんです。Jeg elsker dig, siger Belle。愛してるよ、ベルが言った。Udyret er i virkeligheden en prins. Belles kærlighed forvandler ham tilbage til menneske. Belle no ai wa kare o ningen ni modoshita. De lever lykkeligt til deres dages ende. Kare wa eien ni shiwase de暮らしてる。で、終わりです。はい。意外と長かった。あとはさ、質問とか何かあったら、ぜひ、聞いて。デンマークの、ドアかな、これは。は、今度、読んでみるね。ドアかどうか気になる。ドアだったか。Det var godt, du kunne lide den, DMTM。よかった、ディエンディエンさん。あとは、みんな、なんでデンマーク語を習いたいと思ってるんですか？ちょっと結構マイナーな、言葉じゃないかなって思うけど。デンマーク語でレゴってどのぐらい有名ですか？レゴはもうとってもとっても有名です。大体みんなが遊んでるかな。今の子供はどうかな？僕が子供の頃は、みんなが遊んでた。でも別にデンマークのものとかはあんま意識してないかな。でもとっても有名です。ちなみに、レゴはデンマーク語の二つの文字、二つの言葉を混ざってる。ライ、書いてあげるね。一
2つの文字、2つの言葉の2つの文字を合体した。それは、来が遊ぶ、で、God はよく、だからよく遊んでっていう意味らしいです。あとは、みんなが、また生放送とかやったら、何かやってほしいことあったら、ぜひ、教えてください。マティアさんにとっての宗教は何ですか？僕にとってはね、まあ、家族と一緒に、時間過ごして、ちょっと暗い部屋とか行って、キャンドルライトとか、普通に、まあ、ご飯食べたりとかして、あとは、まあ、ちょっと雨が降って、部屋暗くして、ブランケットかぶって、かけて、ココア飲んだりとか、テレビ、映画見たり、とてもゆっくりかなって思う。レゴが好きでデンマークに留学します。その話は聞いたことがありますか？デンマーク語とは知らなかったです。あ、なるほどね。留学？いつ頃行きますか？頑張って。今日はあとなんだろう。まあ、大体好きなことを楽しんだら宗教っていう感じかな。宗教はとっても説明しにくい。みんなが、まあ、自分しかわかんない感じかな。僕は大体リビングで、9月頃に出発で、来年の6月くらいに戻ってきます。日本語はどうやって勉強しましたか？日本語はね、まあ大体独学でやりましたんですけど、漢字をいっぱい書いて、最初はだいたい1日7時間ぐらい、やって、まあ日本語の勉強。で、漢字いっぱい書いて、日本のテレビとか、まあ何でも日本語を聞きたかったから、テレビとか、まあ何でも日本語を聞こえるんだったら、見た。で、そうやって言葉を慣れて、いう感じかな。文法はあんまり勉強してないんです。誰かの話聞いて真似してる。でも大体漢字からやった。それで単語を覚える。です。あとは、おすすめのデンマーク語の勉強の仕方はありますか？おすすめの覚え方から結構難しいんです。好きなことを、まあ、趣味とかはデンマーク語でやってみたりとか、僕は本読むこと大好きから、日本語で本読んだりとかした。だから好きなことをやったら、まあ、楽しく覚える。で、まあ、早くなるんじゃないかな。逆に本を読むことが大嫌いだったら、日本語の本とか、まあ、デンマーク語の本を読んで多分楽しくないし、覚えられないんじゃないかな。一番好きな本は何ですか？
僕は大体ファンタジーが好きです。一番好きな本は何でしょうか？で、忘れず、登録者一人、なんとかなんとか 一番好きな本は何でしょう？子供の頃は、もうすごいヘリパッターいっぱい読んでた。何回も何回も読んで。ちなみに、ハリー・ポッターも、もう話がしてたから、日本語で読んでみたんですけど、やっぱちょっと違うね。でも最初はもうデンマーク語の本読みたかったら、多分、今みたいな感じ、文章が少ないというか短い、やつがいいと思います。子供用の本なんですけど、やりやすいかな。そういう感じですね。ごめんなさい。今日は実はデンマークの友達が遊びに来るうちに、でも寝坊したみたい。デンマークの家庭料理はどんなものがありますか？デンマークの家庭料理は、大体、デンマーク料理はすごい簡単というか、肉、じゃがいも、サラダとソース。で、それ大体全部そういう感じです。私はお食べないかごちゅうというところが出てる。これは三なんとかしょう。三考書。三考書がよくわかりません。ごめんなさい。デンマークの料理、すごい有名なのは、スティックフレスクのパシルソース。書いてあげようか。スティックフレスクのパシルソース。これがとても有名です。あとは、メディステップス。これも有名です。フレスケスタイル。フレスケスタイル。テキストブック。あとは何だろうね。デンマークのどこら辺に行きますか？登録者。他の行く人も決まっていないが多いみたいです。あ、なるほどね。DMTN さん、夏っていつ頃？デンマークはもう、夏。
という感じですけど、話してるすごい変な感じがする。あと多分5分後くらいで終わらせないといけないと思うんですけど、最後に質問とかなんかあったら今聞いた方がいいかな。あとはまあ多分この生放送は、まあ、初めてからよくわかんないんですけど、とか、動画撮ったりとか、編集してる。でも、時間が、結構かかる、残念ながら。完璧に、その言いたいことを伝えたいから、その台本とか作って、確認したりとか、間違ってないかどうか。だから、いつ頃に出るかよくわかりません。たいことあったら、まあ、毎回言ってるけど、ぜひ、コメントして。一応、コメントはね、全部読んでるんですけど、答えるはたまにちょっと時間がかかる。ちゃんと間違えないように。じゃあ、ごめんなさい。あと少しで終わんないといけない。見てくれて、まあ、これ参加してくれてありがとうね。とっても楽しかった。すごい緊張した、最初は。で、また名前を言いました。はい、ありがとうございました。あ、まあ、本当に見てくれてありがとう。とっても嬉しいんです。